なんかほんわかした気持ちになったんですけど、ね、それはいいものを見ましたね。うん、うん、そうだね、うん、そうだよ、だよ、そんな、ほんと、ほんの少しよね、ちょっと、ほんのちょっとしたことなんですよね、うん、だからその方のことを思いやるっていうことじゃないですか、うん、そうなんですよ、大事なことだね、その少しがね、うん、そう、いや、いつかもあの蕎麦屋さんでね、はい、お昼時ですよ、はい、多いところで、で、タバコ吸えるところなんですけどね、はい、サラリーマンの方3人あの食事終わってるんですが、はい、タバコをスパーってそういう吹かしてるわけですよ、はい、まあそれはいいですよ、自分の席かもしれないです、はい、でも並んで待ってらっしゃる方とかもいらっしゃるんですから、あ、僕なら出るよねって外で吸うよねって思いながら、まあ、これも気配りであり、はい、でその3人がじゃあ仕事をできるのかっていうと、多分気を使ってないからこの方じゃできない方なんじゃないのかな、なんでね、勝手に想像したり、まあ分かんないですよ、実際は、でもそう思えるじゃないですか。